ピュートーグループとは、キュビスムを施行したグループの名称。おおむね、1910年から1914年まで存在した。その名前は、ピカソとジョルジュ・ブラックのアトリエ、選択船に対抗するかのように、パリ郊外のピュートーに集ったことに由来する。ピュートーには、当時、レーモン・デュ・シャンビオン、フランキセック、クプカ、ジャック・ビオンらのアトリエが集中していた。所属した主要家は、 以下の通り、1925年のセクションドールの展覧会、彼らはまた自らをセクションドールとも呼び、1912年には同盟の展覧会を開催し、同盟の雑誌を発行した。彼らの考え方の基本は、分析的キュビズムが色彩を放棄したことへの批判から始まり、絵画としての豊かさを復活させようという点にあった。この考え方は、 総合的キュビスムにも影響を与えているが、グループ内でも考え方がまとまっておらず、キュビスムの考え方を分散させたこと、また、このグループの構成員は、必ずしも理論を重視せず、見た目だけを真似した場合があったため、キュビスム自体を装飾化、通俗化させたこと、さらには、一部がオルフィスムを経由して、元々のキュビスムが予定していない、中小海外へ向かったことなどが批判されている。 これらの点については、特に、ピュリスムが批判している。このグループの著作の面における成果としては、メッツァンジェとグレイズによる、キュビスムについてを挙げることができる。ありがとうございます。